配備を機動力も攻撃力もトップ最強ゴリ押しキャラじゃないか。使うしかないだろう。はは、一キルね。ナランチャのようなキャラじゃ勝てないよ。はわはわ、お前の体はまだ残しておくぞ。露伴うまそうですね。しまった、挟まれたこのハイディオでも厳しい。何せよブチャラキとディオが両隣の家ら辺にいるから。だが問題ない、このベジチを吸うことでスーパーになれるからな。母ディオよ、今のディオの方が完全上位互換であります。射程がほんの少し負けてるだけ、何も怖くない。あれ、確か自分削ったわず、あと数発で倒れるわず。でも一回絶対待って、後ろからはヤバい。ってちょうどお前いるのかよ。待って、同じディオは返しよ。あ、どうも天才バトロワプレイヤー。バトロワのゲームメーカーとも呼ばれ、水まんじゅうか何まんじゅうとも呼ばれるもの。最強 YouTuber アームの魔術師31でないやつ頼み、総ランキング1位と呼ばれたり呼ばれなかったりする、なんなのかよくわからないやつです。スタバで働いたらないサイズ1って困らせようと、普通のやつ1とか言われたりして。長いわー。あ、マリサどうしたの。いや、何今の挨拶、誰も聞こえないしわからないわ。つまりちゃんと挨拶しろ。わかったよ。どうもベジです。マリサだぜ。てか今の挨拶なんだよ。今のはが勇者稼ぎってやつさ。あのな、いいぞ、この後ディオの館裏来いよ。ああ、すみません。なので暴力はなしで。まあいいだろう。わ、いつもより優しいなんて日だ。ただしお前このデスゲームに参加してもらうぜ。てぇ、出たよダービーのやつ。ちゃんとアポは取っておいたぞ。アポって何？てか参加者一人ってなんだよ、怠慢かよ。あ、怠慢だ。それって本当にデスゲームなんですかね。安心しろ、今回はハイディを使ってもらうぞ。ああ、あの新キャラか。とりあえず本物のゴリ押しキャラみたいな感じ。まあハイディオは火力最強だし、ラッシュは血を吸うことで他のキャラより多いからな。とりあえずダービー借りますか。でも新キャラがディオなのもなんか裏があるんですかね。例えば、手抜け。いや、予算不足とかかな。今変なの聞こえた気がするが、でもコロナとかでかな、基本の仕組みはディオから取ったんじゃないか。多分ね。あ、この状態何？最高にハイ状態だ。リタイアしたプレイヤーを吸血することで機動力とか精神力アップするぜ。なるほど、結構強いね。他のスキルは大体同じだ。ただキュービオの自然治癒がなくなって時止めもちょっと変わったくらいだ。ちなみに吸血するとフプが少し回復するぞ。なんとこのキャラ最強じゃないですか。こんな強キャラ使ったらラスサバ何回も取れますよ。最初のあの茶番のプレイでよくそんなこと言えたな。あれは自分の全部の MP を使った幻ですよ。なんであの時に使うんだよ。数年に一回溜まるんで大丈夫ですよ。なおさらもったいないよ。なんで今使っちゃったんだよ。数年に一回使えるからよくない？お主、数年という時間の価値知らないな。数年あればたくさんゲームできる。考え方が完全に引きこもりのあれ。いや、でも実際たくさんゲームできるとメリットありますよ。例えばなんだよ。編集用の録画が撮れる。実際お前ラスサバの動画撮るだけ撮って数十本ため撮りしてあるの知ってるからな。それは、なんかあった時ため撮り配信すれば。配信する時間あるなら編集しろ。は、はい。よし、とりあえず編集といえばカットだね。ということでカットで。お、はい、ということで残り二人ですね。飛ばしすぎだろ。まあプレイヤーが自分以外一人しかないから撮れ高ないんすよ。他の録画は、三本中一本しか買ってないから。でも撮れ高は、初動し、やめちまえこのゲーム。まあちゃんといいプレイするんで。お前最初に会った自信なんなんだよ。知らん、でも頑張る。で、今何やってんだよ。敵どこにいるかわからんくて音めっちゃ出しておびき寄せる作戦。やっぱクソじゃねえか。いや、でもなんか屋上にいそうな。なんでわかるんだ。うる覚え、めたいこと言うな。ってうる覚えなんかよ。今一瞬擬音が見えました。その擬音命取りなり。いけたぞ。射程負けて顔出したら終わりだぞ。大丈夫大丈夫、一瞬出したりして当ててくる、そんないいエイムする人なんていないよ。そして見せてやる圧倒的キャラパワーの違いを。あれ、上いけんかった。アホくさ。だけど最後の爆風で1000ダメージは入ったぞ。いた、ほんとロードローラーの範囲おかしいよな。今一瞬範囲外ダメージの音がした。これ体力差で勝ったんじゃない？おいおい、まさか。アホくさ。耐久対決、ゲームスキルを求めないバトルなら負けはせん。自慢げに言ってるけどダサいからなそれ。え、ということで2試合目は残り2人目からだよ。なんでだよ。プレイヤーが自分含めて3人しかいないから。毎回少ないな。やっぱペア戦じゃないと人が集まんないね。でもこの試合はおまけ程度ということで、動きがあるまでカット。ということでもうすぐ動きがあるかな。
ここで一人がリタイアして投資アイテム取るよ。この地味に緊迫した感じ怖いね。ここで多分お互いが認識し合う。そしてディオとディオ多分やり合った後だし体力少ないわず。だけどここでチキる。だって相手のディオうまいもん怖いし、投資持ってるからごちゃごちゃしたとこで戦った方が有利だし。まさかのお前ごっそり持ってかれてんじゃん。こっち一発しか当たらんかった。だが自分逃げるのだけはうまい。さらに投資持ってるから反撃もできる。よし来る場所が簡単にわかるからノーダメで2発当たった。ほんと投資様々だな。ここ入って奇襲できるかも。見事に読まれたな。上がってきたところも、全部外してんなおい。大丈夫こっちも避けたから、追い込まれて時止めかよ。待って時間足りないやめてわー。あこれ時止め返し遅れてそして精神力ないパターンだ。お前ほんと運ゲー野郎だな。そしてこれで4発目だけどさっき3発殴って自然治癒エフェクト出てなかったから、ほぼ HP 満タンだったな。だとしたら強すぎだろ。これはお前が倒す人だったらもうとっくに負けてるな。ほんと投資と運があってギリギリ互角でやれてるな。だけど4発殴ったから、自然治癒でお互い同じ HP なわず。さらにちょうどアンチが狭まって追い込んだぞ。回復アイテムあるのは不利だけど、窓から出てきたらこっちが先に殴れる面では有利だ。来るか。やったぞ。本当に最後はポジションの運が良かったな。ギリギリ勝ったぞ。この試合ずっと運が良かっただけなんだけどな。マリサ、これエペだったらハンマーバッジもらえるぞ。まず HP 量と与えれるダメージ量の差が違うからな。あ、せっかくかっこよく取れたのに間違えてシャッターボタン押しちゃった。